言うな。はい、教官。標的を気をつけなさい。行くぞ。行くぞ。せっ、崩れた。やい、行くわよ。はぁ、くらえ。チャンス、いただき。からの攻撃、アーツか銃で迎撃なさい。行くぞ。来るわよ。
気をつけなさい。私の番ですね。それ。私の番ね。はしないと。それ。
よし、掴んだ。成長しちゃいました。悪くねえな。やった。動力機関停止したみたいです。すごいな、二人とも。本当にやったじゃない。ああ、ユーナも含めてみんなのおかげだ。少しは示せたかな。やられちゃったか。博士はいい顔をしないだろうけど、これにて実験は終了だね。使い捨てだ、構わねえだろ。それよりそろそろ出てこいよ、三人とも。え？まさか。さすがに気づかれてたわね。クロチルダさん、王の親友。まさかいたとは。いえ、あれは幻影ね。姉さん、やっと見つけたわ。何やってんのよあんたは。久しぶりね、エマ、セリーヌ、リーン君たちに。クロウサギも王子殿下と新七組の子たちは改めてお見知りおきを。元帝都歌劇場の歌姫にして結社にくらう蛇が第二中、青の親友ビータ・クロチルだよ。失踪中の歌姫。こんな場所でお目にかかれるなんて。カンバネルラにマクバーン、半年ぶりくらいかしら。あんたが結社と揉めて行方をくらまして以来だな。まったく面倒くせえ真似をしてくれたもんだぜ。確かグリアノスはやられちゃったんだろ。幻影を飛ばすにしても近くにはいそうだね。否定はしないわ。さすがに今回ばかりはピンチかもしれないわね。姉さん、どうして結社から離れたのだったらどうして戻ってくれなかったの。おばあちゃんに杖まで返して。私の忠誠はあくまであの方に捧げられている。その意味で一族の魔女として里に戻ることはないでしょう。そんな。あの方、結社の名手とやらね。とは言っても最近ちょっと事情も変わってね。ババ様とあなたたちに話したいことも出てきたのだけど、まあそれはともかく、魔女が姿を現したのならそちらも出るのが筋じゃないかしら。道理だな。
こいつは。結社、いや話の流れからすると、お初にお目にかかる青のジークフリードというものだ。知性の長代理として参上した。知性？それって確か魔女の始祖たちと共に鬼神を作った。しかも王座代理って現れたのね、この一年半。数百年の長きにわたり歴史から消えていた勢力が。数百年な、何言ってやがる。途方もない話みたいですね。ルノーメン、1200年前の真実を知る片方か。しかしあの彼は面白い。惜しいやつとは思ってたが、まさかそうきやがったとは。へえ、何やら因縁があるみたいだね。それにしてもいいね君、結社の相手にふさわしいよ。今回は顔見せに終わってしまいそうだが、見喰らう蛇、よければやり合ってもいいが。その武装は。まあ今回の実験はとっくに終わっちゃったしね。これ以上は野暮ってもんだろう。後始末も必要ねえぜ。これって昨日と同じ。いえ、気をつけてください。現実の炎じゃないわ。やはりとんでもないわね。ほう、面白い。ま、今回は退散するぜ。そっちの魔女殿を捕まえるお仕事もあるしな。忘れてた。ギャラリーも多いことだし、いい機会だからやらせてもらうよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これより名手の代理として幻影計画奪還の見届けを開始する。珍しい場面に立ち会わせてもらった。これ以上の観察は不要だ。撤退しなさい、ジークフリード。了解だ。三人、そういうことだったのか。ってことは今のが知性の。今の声どこかで。
格気に入ったわ。ジークと呼んでいいかしら。好きにするがいい。サザーラントでも現れた鬼神とは別の灰の機動車、それにトールズ7組だったか。先ほどの勝負は悪くなかったが、我らの争いに立ち入るには遠い。せいぜい腕を磨いておくがいい。私が結末をすり替えようとして失敗してしまった真なる物語が、帝国を、クロスベルを、世界を巻き込む終わりのおとぎ話が。くれぐれも気をつけることね、エマ、リンク、7組のみんなも。一番よく知っているはずです。そうだね、はい。全員で埋葬にも立ち会ったんだもんな。アリサちゃんも大丈夫？少しぼーっとしてるけど。そうですね、いろいろとありすぎて頭が麻痺してるのかもしれませんが。アリサ、本当に大丈夫か？うん、平気。エマの方こそ大丈夫？そうだな、せっかくやっと会えたのに。いえ、久しぶりに顔を見られただけでも良かったです。それよりもいろいろなことが見えてきましたね。私たち全員の今後に関わるような。ああ、真なる物語、終わりのおとぎ話か。みんなで頑張ってなんとかここまで来られたけど、
僕たちじゃ手に余るような問題ばかりが見えてきたな。ほら、辛気くせえ顔してんじゃねえ。そうそう、ここは胸を張らなくっちゃ。え君たちが頑張らなかったら事件も解決していなかっただろう。ああ、突入タイミングも完璧だった。渡した新装備もちゃんと活用してくれたしね。ええ、あの結界が壊れたからバリマールも呼べたわけですし。まあ、少しくらいは自信持ってもいいんじゃない。あ、これで今回の要請もなんとかクリアすることができた。ユナ、クルト、アルディナ、それにミュゼにアッシュも、本当によく頑張ったな。あくまで主役は七組の皆さんですけど、一番頑張ったのはユナさんではないかと。そうだな、教官に協力して新規を倒したわけだし。私は必死についていったくらいで。謙遜することはない。警察学校時代で磨いていた戦闘技術や操縦センス、第二での頑張りと思いの全てがあの戦いに込められていたと思う。ありがとう、リュナ。クロスベルの意地しかと見せてもらったよ。